毎度です。青の松本です。いつもありがとうございます。はい、ということで今日はもう脂がだんだん乗ってきたサンマですよ。はい、このサンマですね。ちょっと炭火焼きにしてこれご紹介するんですけど、この太くなったサンマ。はい、このサンマをですね、今日はちょっとおしゃれな食べ方、こう骨をスッと抜いてですね、要は今コロナの時期ですから、こうシェアできるようなやり方をですね、皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではそれでは太ったサンマ焼いていきます。もう一匹でいいかな。はい、骨の上下上下でいくんですね。で、串刺しましたら、串刺す時もですね、 手でこうやって持てる、一箇所で持てるように刺すとですね、はい、で使用して、焼いていきます。で、それでは実は花で自慢の炭台に乗せて焼いていきます。炭焼きですね、やっぱサンマは炭焼きにしていきたいと思います。いやー楽しみ、このジョワっていうのがたまんないですよね。うわー、いいねー。はい、じゃあ次裏面、もう炭だとこうなんか香りですよね。油が落ちて、その炭に当たった油から香りが上がってサンマにつく、もうこれですよ、サンマの炭火焼きの真骨頂。皮がパリパリ、うわー、いい感じ。いや、もう仕上がったね。出来上がり、串抜いていきましょう。ふっ、こう、うまそう。で、大根おろしに、はい、焼きたてのサンマの炭火焼きの完成です。サンマをですね、ちょっとシェアする骨の抜き方をですね、今日はお伝えしていきたいと思います。で、まずこのサンマをですね、まずやっぱ鮎と一緒なんですよね。このように縦にこうやってほぐしていきましょう。このように、うわ、はい、そうしたら尻尾を切ります。こんな感じですね。はい、尻尾を切って、あとこの釜の当たるから、この鮎と一緒です。よいしょ、動かしにして、骨だけ見えるようにしておきます。はい、こっちも骨がつながってるようにしておきます。こんな感じです。はい、これを、ね、抜くだけですね。ぐるっとこんな感じで抜けていきますんで、はい、あとはこのまま、例えば、まあ、3名様だったらここで割るとか、はい、2名様だったらこう割るか、このようにシェアしていただければと思います。非常に簡単ですので、ぜひご家庭でもお子様なんかにお伝えしてもいいかもしれませんし、何ですか、食べる時にですね、こうシェアしてもいいかと思いますので、こういうシェアしやすいサンマの食べ方なんか、ぜひちょっと覚えていただいてもいいのではないかと思って、今日は味見がてら皆さんにお伝えしました。で、それではやっぱり話しててよだれダクダクでございますので、やっぱり食べていきたいと思います。はい、ということでいきましょう。僕がね、実は好きなのは二口いこうかな。尻
尾とこのお腹の部分、これは肝の部分が僕大好きなんですよ。こういうことによってもうこの丸で楽しめるということですね。肝と、まず尻尾の方からいただきたいと思います。尻尾丸ごとですね、いただきます。脂乗ってる。いやもう口の中でスッとなくなりますもんね。やっぱこう実際サンマもサンマで、やっぱり全然別物だな、全然こっちの方が美味しい。口の中で溶けるようにやっぱ身もなくなりますし、やっぱ脂乗ってるサンマいいですよね。でもこれ尻尾はシンプルにこのサンマを楽しんだんですけど、これやっぱ肝はですね、サンマの肝ってやっぱり肝が好きなんですね僕は。やっぱ肝の香りでこのほろ苦さっていうのがやっぱりたまらないですよ。でちょっともうこうマニアックな、あったかいうちに食べたいんですよ。マニアックな話になるんですけど、こう量がこう今小型船の今サンマ僕仕入れてるんですけど、これ大型船になると肝にこう鱗が入ってくるんですよね。はい、なんでちょっとマニアックなこと言いますけど、こう今のサンマの肝を楽しむのはね、いいおすすめでございます。はい、ではそれではこの肝の部分も丸ごと一口でいきたいと思います。この肝なんですよ。こ肝の部分もちょっとあんま映えないですかね。映えないかな。でもうまいのはうまいんですよ。はい、いただきます。もう僕はですね、腹骨も全部いただきますんで。これはもうやばい。これしかない。これしかないです。うますぎる。もうこれに。ああ、うまい。やっぱこう肝は、やっぱりお酒に合わせた方がいいと思いますよね。ということで、お仕事中の皆さん、すいません。乾杯。うまい。なんですかね、これ美味しいものってなんでこんなに幸せになるんですかね。これもうぜひちょっと僕だけじゃないと思うんですよね。ぜひちょっとサンマの炭火焼き、今ご自宅なんかでもできるかもしれませんね。もう当店でも今日やっておりますんで、ぜひ炭火焼き、まあ、シェアする時もこんな感じでやってみてはどうでしょうか。はい、ではそれでは今日この辺で、また明日もよろしくお願いします。素敵な一日を。ありがとうございました。